数を携えて、ボダナートをコルラする女性たち。カズとは、マニシャを回している。ネパール、カトマンドゥ、カワカルポをコルラする巡礼者たち。標高4800メートルを超える峠を6つ越え、12日かけて240キロの山道を歩く。五体統地で、カイラス山をコルラする巡礼者。シガゼ、タシルンポジの巡礼ルート。マニシャが並ぶ。コルラは、 ぐるりと回り歩くことを意味するチベット語であり、同時に宗教的行為を表す。コルラはチベット仏教、あるいは盆教における巡礼の一つの形であり、一種の瞑想的儀式、実践である。コルラは聖地や神聖視される自然物、人工物の周りを実践者がぐるりと歩くことで完水され、通常この行為は巡礼の中の一部として、または 式典や祭事、儀式の一部として行われる。講義では、チベット文化圏で行われる巡礼すべてを指して、コルラと呼ばれる。チベット人は、巡礼を、ネコルと表す。文字通りにとるならばこの語は、住みかの周りを回るという意味で、すなわち、チベット人にとって、巡礼とは、自らが聖地と関係する手段としてその周りを、ぐるりと回ることを意味する。 コルラという文脈の中では、ネコルの根は力を与えられたもの、神聖なものであり、その周りを回るものに変化を与える能力があると信じられている。また一部の自然や人工ものは、イシュタデーバターやだけにといった人あらざるものの住みかであると考えられている。ネ、すなわちチベット文化における聖地は、一般的に以下の4つのパターンに分類することができる。 コルラの実践者はネコルワと呼ばれる。つまり旅の中で聖地をぐるりと回る儀式を行っている者は誰でもネコルワである。コルラは孤毒を積むための主だった手段の一つであり、巡礼者はそのためにコルラを実践する。より力の強い聖地を巡ることでより大きな孤毒が得られると考えられている。コルラは歩くことでなされる場合もあれば、個体統治を繰り返す。 ことでなされる場合もある。ただ歩くよりも五体統治によるコルラの方が、また一周だけのコルラよりも多く回る方が、または縁起の良い数字の回数コルラする方が、大きな区読を積むことができるとされている。コルラは、マニシャを回しながら、マントラを唱えながら、数図を数えながら行われる場合もある。仏教徒は、通常太陽の巡りに倣って時計回りにコルラする。一方、文教徒は、 半時計回りにコルラする。ありがとうございます。